この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。いやあのね、はい、なんかまあちょっと違うかもしれへんねんけれども、ちょっと違うかもしれへん、うん、うん、あの向井さんとトークライブをこの間ルミリでさせていただいて、すごかったって聞いてます。速感で客席、あ、配信なかったの？配信なしでやった。いやでもそれめっちゃいいと思うね、うん、うん、やっぱその場で生で聞く人がなんかなんていうかな、ちょっとなんか嬉しいやん、その人らしか聞かれへんっていう、うん、あのやり方めっちゃいいと思う、うんうん、2回目やねそのライブ、うん、うん、で1回目がまあそのなんで、まあ普通に1回目は劇場から呼びたい人呼んで、うん、トークどうみたいなこと声かけてもらって、じゃあ向井さんがいいですって言って、向井さんが OK 出してくれはって、あ、そういう流れなの？そうそうそう、あれはそうなんや、俺らがこう立ち上げたライブとかでもなくて、ルミネが興味津々トークっていうパッケージを持って、なるほど、ね、そうそう、山添さん誰かいませんかと一緒にやりたい人、そうそうそう、なるほど、なんかこう他の方もやったはんねんけど、はいはいはい、で俺はそのライブが終わった後にもしまたやるんやったら僕はもうずっと向井さんがいいですって言ったら2回目になったっていう話だけど、うん、なるほど、はいはい、でいい2回目にしてやっとね、その、うん、まあすごくいいライブやな、ありがたいなってなったんよ、うん、俺としてはね、うん、というのもそのもともとね、向井さんとがっつりお笑いの話とか普段の話できる機会って、うんうん、あの向井の喋り方っていう向井さんがやってるラジオに呼んでもらう機会が年一絶対あって、はいはい、まあ、呼んでくれてはって、そこで喋ってんけど、俺のその桜橋のラジオが同じ曜日で時間帯一緒やからもう出れへんなって。なるほど。そうだから向井さんと二人だけでがっつり喋れる機会っていうのが、まさかのルミネが機会与えてくれたこの興味津々トークになったのよ。なるほど、まあ、そんな頻繁に飲みに行く人でもないしな。そう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 、うん、で向井さんに、うん、まあ俺、まあ、いくつも質問は今までさせてもらってんだけど、うん、ずっと、そんなことって可能なんかなって思ってたことがあって、はい、それがあの人今ね4本か5本かラジオやってはんの。 5って言ってたんちゃうかな、チャリで30分やろ、うん、で向井の喋り方やろ、で NHK でもやってはるやろ、 NHK かでフラットやってはる、フラット、うん、あと何かもやった、何やったっけな、5やった気がすんねんけど。な、5やった気するよな。5やった気がする。そうそうそう。まあでも4、5本ってことやな。で、そんなことを、うん、喋ることありますみたいな。やっぱ単純にそう思ってまうよな。思ってまうやん。かぶりそうやし。いやでも全然全部が違う、番組やから、うん。それは大丈夫やねん。話す、内容はちゃうやん、もう。もう、まず。その番組の、毛色も違うし、まあ、確かにそうか、全部のラジオでエピソード持っていくっていうわけでもないもんな。そうそうそう、うん、でも俺らもさ、どこで喋ったか分からんけど、まあ桜橋で喋った話ここでもしたりもして思ったりしてるしさ、うん、まあ俺の場合は実は同じ話してるやんとかコメント欄たまに来るけど、うん、その俺が一人でリスナーに向けて喋ってる、あれを言っても一人喋りやん、うん、っていうのと、同期の田淵に言ってみたらどうなるんやろうっていうのもあって、はいはい、同じ話してる時もあんねん、まあシンプルに、はい、忘れててって時もあるけど、うん、いやまあもちろんな。で、その向井さんが言ってる、いや、全部違う番組やから、うん、そこは全然できるよって言ってはった意味が、ちょっとだけ分かったかもしれない。え？嘘？だって今までいろんな人とトークライブやったけど、向井さんとのトークライブは、うん、俺は、その、ラジオでも喋れない。はい。普通のトークライブでも喋る機会ない、うん。もちろんテレビでも喋らない。はい、なんかその心の奥の底の方にこびりついたモヤモヤであったりとか、ああそういうね、うん、なるほど、表現しづらいじゃないけど、そう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 、なんかニュアンスというかな、そう、このモヤモヤ分かってもらえますかみたいなことやったり、はいはいはい、だから一人のラジオでももちろん出さへん話もあるし、うん、そうやな、一人だとちょっと難しいな、うわなんかその心が晴れたって感じがしたのよ。なるほど。どこでも多分出せへんかったモヤモヤがあったんやって気づいたし、うんうん、それが人がこう笑ってくれることによって浄化していく感じもあって、はいはいはい、うわーなんかその俺の中で向井さんって、うん、俺が今このなんていうのいろんな現場、初めての現場で仕事していってみたいなとか、うん、で自己紹介もしながらとか、うん、どの程度僕のこと現場が分かってくれてるか分からへんしみたいなチューニング合わせとか、うんはいはい、全部多分向井さんは、うん、
すでに通ってきてはる道やから。なるほどな。すごい、この、聞いてもらうのにちょうどいいやりきなの。そういうことか。うん。で、確かにな、あ、このライブはまたその、今までやったことない、うん、ありがたいライブやなって思って、うん、で、桜橋は桜橋で、うん、そのちょっとムカついた話とかを、実はもうラジオだけではさせてもらえるわと思って喋らせてもらったりとか。はいはい、そうやな。で、ここよ。ここですよ。激イタ珍道中ですよ。は、どういう、俺の中でどういうラジオなんやろうって、思ったんよ。うん、そう、だから遡っていくと、そう。なんかここにやっぱたどり着くよな。それが答え出えへんのよね。出えへんのかい。あの、出えへんのかい。あのね。何してんねやろうと思って。何してんねやろうかい。答え。おかしいやん。これに関してちょっとほんま俺は苦言を呈したいねん。何？俺はほんままんまとその話してくれたなと思ってんねん。うん、この間、うん、まあある共通の、うん、俺ともう山添の共通の、うん、あれやわ、もう知り合い、もう仲のいい、ある人間から、はい。聞いたんやけど。はい。何やら、はい、山添は、俺。はい。はい、この激イタ珍道中。うん。をやっぱ一番下と捉えてて、ここでトークを試し切りする。で、それで、ある程度、うん、自分の喋ってる感覚、田淵の反応、うん、悪くないなってなったら、桜橋に持っていく。そこから、そこからさらに次に持っていくのは、向井さんとのトークライブやって話が、ほんまつい最近俺の耳に入ってて。ないない、それ、越して越してってこと。で、一番最後、綺麗なやつだけ、向井さんとのトークで。どんなんやろ。俺は、あいつと。俺は最悪やけど、激イタ珍道中を、そこに使ってるんやと思ったら、ちょっと俺は、きつくてな、ちょっと辛くてな。そういう、すごい分析やな。いや、もうめっちゃ笑ったよ、俺も。うん、いや、でもほんまにかどうかは、わからへん。そういうこと聞いてるし。そいつは全部聞いてくれてんねや。じゃあトークも知ってんねや。ただ、全部の、その、うん、なんていうライブやったり、ラジオを全部聞いてるっていう意味というよりは、うんうん、もうそいつが言うには、こう山添本人の口から聞いたんやけどっていうふうに言ってたから。いや、ちょっとそれやったらほんまやんってなって。そんなつもりはないけど、うん、確かに、ここって、俺ほんま何でも出しやすい。田淵が全部拾ってくれるから。特にニュアンスの話でもな、二人で同期で喋ってるから、なんとなくな。一番分かってくれるやん。まあまあまあ、組むのは組むで、そら。だからここで伝わらへん話は、ああまあまあ。桜橋で俺が喋れるわけないのよ。一人やしな。うん。確かにここが一番受け皿広くて。まあそりゃそうやわな。次桜橋で。うん。で、桜橋で越した綺麗なやつを、うん、そうやな、まあ、献上するのであればパンサー向井さんやな。そっからテレビ持っていくよ。そっからテレビや。そっからテレビやろ、うん、これはでもほんまね、逆に気持ちええなという感じやって、山添がこれをほんまに言ってたとしても、そいつの作り話だとしても、うん、なんか納得いくというか、トークのろ過、トークのろ過してた、ね、一番雑味多いから、このやっぱり激イタ珍道中は、うん、この間ろ過してろ過してろ過したやつを、うん、アメトークで喋ってドンズベリしたおい、もっときめ細やかな、そのあの紙でこしてくれ、ザルでこしてくれ。いや、そう、多分ね、山添はある種ちょっと雑味がいるんやって。雑味毒かなんか分からんけど、うん、トークの中に綺麗に越しすぎたんやって。おもろなくて長い話してもうた。何してんねん、しまったよ。おもろいとこも越してもうたんかな、俺。そういうことやと思う。美味しいお茶には濁りがあるって、あやたかが言ってたで。そういうことや。透き通ってるお茶ですか、一番うまいの。なるほど、確かに。そうやん。そこは多分山添にも雑味がいるんやと思う。越しすぎやって。すっきりしたわ。段階踏みすぎて。うん、味がなかったわ。味ない長い話やめ、ほんまに。アイズキスタート山添とインディアンサブチの激イタ珍道中。激イタ珍道中。いや、面白い面白いね、それは。いや、でもそんな、うん、あのろ過する一番上のザルなんてとこには置いてません。激イタ珍道中を僕は。確かにここはほんで、なんかこう、ろ過すらできひん話が多いからな。そうよ。うん、いや、ほんまそう、ほんまそう。で、俺が言っ
だって絶対言うなよって口でもされてるから、その話は誰から聞いたかは山添にすら言われへん。いや、なんか固くなに言わんなとは思ったから空気読んでてん。そいつと山添の関係性にな、うん、1ミリでもヒビが入るの嫌やん、俺だって。すぐヒビ入れるからな、俺。そう、めっちゃ入れるやん。うん、亀裂。亀裂ごっつ入れるやん。どんなやつやねん。そいつやっぱり、ここは伏せとこうかな。そいつとの約束もあるから。まんじゅうやろ。まんじゅうじゃない。まんじゅうとかやろ。まんじゅうじゃないっていうのはほんまにちゃう。それはもう。まんじゅうかキムちゃうの？あ、キムでもない。キムだって。キムは、まず山園大好きやし、これ、こんなことを例えば思ってても、俺に言ってこへんと思う。あいつは可愛いな。可愛い黄色いのが好きなやつやな。いや、全然知らんやん。あいつ。黄色いのが好きなやつやろ、黄色い服着てるのたまたまよう見かけてるだけやって、それ田淵の胸元にひまわりつけたのがキムやろ。そう、ひまわりは、うん、結局自分で選んできた花やけど、ああ爆地に爆地出て、ま、負けた爆地変な爆地打つなって、めっちゃ知ってるふりしようと思って負けた、無理やって、うん、1個目こんなこけたらあかんてあ、いやちょっと俺もこれ、じゃあお前はどうやねん、その激イタ珍道中とインディアンスの図じゃなくて素とかやってるやん、うん、トークライブもやってるコンビで、うんうん、あ、いろいろ話す場あります、あります、ちゃんとそれジャンル分けあんのかとか、どういうふうな今思い返してでいいよ、うん、ジャンル分けって難しいけど、まずお前ここでおもろかった話を、うん、あのインディアンスのトークとか図じゃなくて素に向けてとかあるんちゃう、なるほどな、うん、そういうことな、なんかな、うん、これ前もチラッと言ってんけど、うん、やっぱね、山添二人で喋るっていう状況だ、この、はい、が対山添と対キムではやっぱな違いすぎんだよな、ね、同じ話正直ほとんどしてないと思う、ほんま1、2回とかかな、あ、じゃあ本能的に分けてんねや、分けるな、そうそう、これはキムは多分面白がらんなとか、あ、めっちゃある、じゃあやっぱその持ち前のサービス精神で俺へのツボ、キムへのツボを投げてんねや、田淵は。ツボをちゃんと分かって喋れてるかは分からへんけど、うん、まだこの話、どっちかというと、よう分からん話みたいなのは山添にしたいな。はぁ、うん。なんか明確な話の方が、キムはリアクションがあるし。よう分からん話、キムにしたらどうなの、なんか、えってなんで、ほんまちゃんと。どういうことってなんで、でなんか放送事故みたいなんで、え、だからってなんで、だからそうそう、わけわからん感じなんで、二人でやってるラジオやのに、で、コンビでやってるのに、伝わらんことが結構あるから、このニュアンスとか、これも確かに、K さんにはニュアンスの話せえへんな。そういうのちょっとあるやん。あるあるある。せやねん、せやねん。あるよな。そう、組んでくれへんかもしれへんって思ったら、やっぱ喋らんこと多いな。やっぱ自然と、分かってもらえる人に多分喋ってみようってなるんかもね。そうやと思うねんな。うん、で、それも、キムとはまあ昔からコンビ組んでて喋り続けてる。うん、山添でもある程度さ、このラジオも時間経って、がっつり喋ってる時間が増えたよ、うん。それでやっと見えてきたけどな。最初は分からんけど。なんか、そうやな。なんかこう、意識してやってるわけじゃないもんね。うん、意識してやってない。うん。不思議やねんけど、やっぱりキムと山添は全く違うから。この喋って、当たり前やないか、やめとけやお前、強く言うのやめといたらやそれは。危ない、同じ土俵に立つとこやったで、しゃれなんだ土俵ぐらいが立ったって別に塩巻くとこやったで、いや危ない危ない、もう組むやん、塩巻いたらもう引かれへんやん、塩巻いたらそうな、だから選んでという感覚ではない、うん、けどもうそれは自動的にそうなってまうわ、俺もなんか自動的に今思ったらこんなに激イタ珍道中のその順位が俺の中で低いんやって気づいたわそんなことはっきり言うないやでもな、こんなもんな、順位高いわけないねんけど、高いわけないやん、ないねんけど、やっぱそのなんていうかな、うん、長所も短所もあるラジオやと思ってんねん、そうそうそう、ほんまに一発目どうなるかわからん話もここではぶちまけれるっていう良さもあるよ、うん、そのさ、なんていうの、あのこの間ちょっとライブで出て思ってんけど、うん、そのなんていうんやろ、小、あくまで小な人っているやん、あくまで小、なるほどな、もうここはみんなその素で
さらけ出せるトークの場所ってなってるはずやのに、そこでも、そのスイッチオンの状態でショーでやってる人っておるやん。なるほど。おるやんか。その芸人の方をもうキープしてな。そう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 。確かに確かに、うん。で、俺とかはもう、もう、真っ裸なんよ。ね、基本な。ずーっと。うん。逆にショーの時間短いもんな。うん、そうそう、ショーの時間が短すぎて、あんのかなみたいな。この間、どこでやったんやろみたいな感じなの。で、その、ショーをずっとするやとして見せてきてる人もいはるやん、芸人で。ああ、そうやな。で、それをするやと思って、ファンになってるお客さんもいるわけで。確かに。やろ？これすごく今深い話してるやん。うん、これはそうやな。でもほんまにそうやし。うん。うん。それで言ったら、まあ、俺全部真っ裸やねんけど、うん、仕事してんの。うん。これなんてもう、うん、このラジオ。このラジオなんて、うん、もうもう、チンチンももう、もう、向いてへんねん。あ、ええ格好せえへんねや。そう、ええ格好もしてへんねん。なるほど。そう、他の多分番組は真っ裸でも、うん、その、皮かぶったチンコちょっとだけ、ちょっと目ずつでみんなのな。そう、ぴゅって向いて、俺向けてますっていう。ぴゅっと向いてるとこあると思うね、俺。格好つけてる部分。いや、わかるね。だけど、ここはもう、その、ゼロ勃起、本当のゼロ勃起のもう本当カマキリの卵ぐらいちっちゃくなってるチンコのまま、ちっちゃってんな、うん、せやな、包茎ずるずる包茎のままでやってるラジオやから、ほんまにそうやわ、かぶってるわ、うん、めっちゃかぶってる、かぶり倒してんねん、せやな、うん、その状態で喋れてるよな、ここでは。そう、うん、そういうことやね。それはでも大事かもしらんよな。だから本当にこんなラジオってあってええのかって思ったりもすんねん。いやいや、貴重ですよ。貴重なんだ。誰が、皮むかんと喋る、うん、普通。普通ね。普通。皮は絶対向いてるもんな、みんな。シュッと、みんな、誰にも見られてないであろうタイミングで、ぴゃっと向いて喋っとんねん。そら、ぴゃってやってるよな。キリッとしとんねん。うん、急に。その、ルミネの、エレベーターでピャッて皮むく人もいれば、そうやな、もう家から出る時にもう向いてから家のドア、そうやな、開けて出る人もいれば、おんねんおんねん、袖から皮をピャッて向いて、袖で向いてな、袖向きなっていう人もおるやん、おるおる、うん、あそこでやっぱスイッチ入る人多いからな、な、だからね、これはほんまにね、うん、向いてるのはもうもちろん向いてるし、みんなええ格好で、何やったら、うん、ちょっと触って、とか、ちょっと想像して、二分立ちぐらいで出る人おるから。おるおる。それ全然おる。おるやろ。おる。おるやん。うん。それはね、やっぱり、咎められへん。それはそれで一個。スタイルやから。スタイルやから。あ、それが、じゃあ、その、通常の状態っていうことでお客さんの前立つのねって。そうそうそう。ね。そういうことやん。そういうことやね。それは、やっぱな、否定はできひん。否定はできへんし、否定するもんじゃないしね。じゃない。ただ、こいつチンコちょっとだけ立たして出よったなとはやっぱ俺は思う。それは思ってはうん。だってこっちは皮かぶり倒してんねんから。そうや。ずるって思うときあんねん。わかるな。わかるな、うん、それは。それあるよね。こっちはほんまにゼロの状態で言ってるのにもかかわらず、二分咲きで、うん、何をちょっとつぼみ膨らましとんねんという。そうそうそう。あの状況な。うん、俺って、その、寂しなんねん。そうそう、そうやねそうやね膨らましてた、ちょっとっていう。桜橋も、多分最初は俺多分ね、二分立ちぐらいでもしかしたらさせて、多分、意気込んでたし。最初はそうやろな。そう。しょうがない。多分始めたかもわからへんねんけど、気ぃついたらもう、チンコかぶり倒したんやんか。これええの？で、むしろ。そのチンコ立たせてった方がええんちゃうの？人前立つんやったら。でも、だから、場所、それこそさっきの、ここのラジオ、山添の一人のラジオ、向井さんとのトークライブって場所っていろいろあるやん。うん。その場所によってスタイルってあってええと思うねんな。ああ。でももう、どの現場でも皮は被っとるわ。あ、でもそうか、ラビットとかは一応ピャッて向いてはできる。ちょっと、空。ちょい向きで言ってるやろ。空やっぱり。その皮余りまくっとるがな、ではないやろ。うん。ちょっと。お前緊張感ないぞってなったらあかんやん。先ぐらいちょっと見せる。ぐらいの向き方をするやろ。そうそう。で、向いてたら、え、なんで今日向いてるんですかって言われたら恥ずかしいから。それ向きすぎてるとな。うん。うん。だから、半カは、一目キみたいなとこ。なんか、
棒餃子の店の注文の仕方みたいな。なんなんそれ。薄皮餃子とか言うもんな。いやいや、それだな、わかるわかる。そう思ったらもちろん、ここは順位したって言ったけど、うん、でもこの、あの、チンコの皮かぶり倒しラジオを、うん、なんかね、街で声かけてくれるときに、うんうん、あの、激板聞いてます、はい、って言われたときに、やっぱり、うん、そうやな、あ、この人は、俺がチンコの皮かぶってんのを知ってくれてんねやっていう嬉しさが、ね、そうやな、あんね、かぶったままの俺らを受け入れてくれてんなっていう、そう、ようここまでたどり着いたなっていう気持ちにはなるよな。なるなる、うん、だってそれこそラビットとかで言うと、ラビットは先輩もいっぱいいてる、うん、他のジャンルのゲストさんもいっぱいいてる、生放送の朝の番組の2時間で、うん、そう、俺らこのラジオ30分の同期2人でやってる収録やで、うん、そら意気込み気持ちが違うよ、違う、そら普通に、うん、その自分で作った気持ちじゃなくて普通に考えて違うやん、違う違う、それなら被った状態でやるのが逆に正義やと思うで、ここのラジオ、うんうんうん、被ってないと、ええカッコするつもりはないんやけど、なんかその人前に出るっていうスイッチは多分どっか入ってそうよね、そうそう、うんうんうん、絶対ある、そうよね、絶対にある、分かる分かる、だから俺はここは逆にむっちゃ貴重な場合だと思う、うん、皮被り倒しのゼロボッキラジオ、うん、でも皮被り倒したゼロボッキしすぎてるとさ、うん、たまにはさ、あの、立たす訓練せんとさ、もう、ただへんなるで。ED ラジオ。ED ラジオよ。ED ラジオは嫌やな。こんな演技の悪いタイトルないで。めちゃめちゃ嫌やな。うん、もう、何の因果か、この激板、珍道中、珍入ってきとるからね。そうやね。これはやっぱりたまには。だから今度ね、あの、またあの、何やろ。薄皮、珍かぶり中やで、今。薄皮、珍かぶり中変な統治法みたいなスタートちょっとややこしいけど、え、チンカワ、あ、でも何が正解かわからんな、チンカワ、でもチンカワ薄かぶり中ちゃん、チンカワ薄かぶり中、いやでもしっかりかぶってるからな、うん、そうかそうか、うん、しっかりかぶってるもんな、うん、だからとっきりって今忘れた頃に、忘れた頃に急にフルボッキみたいなタイミングを俺らで、うん、トークでな、この掛け合いで、うん、バーン見したら、うわっていう、全然 ED ちゃうやんっていう。だから、どっちも長くやりすぎてあかんと思うねん。ああ。立たせまくってる時間も長かったらあかんし、うん、その絞みまくってる時間もあんま長かったらあかんのかなって。最近絞み中長いよな。絞み中よ。絞み中長いねん。最近ちょっと下世話の話減ってきてるし。で、あまりに、その、ここの居心地がいいから、うん、そう、そうやねん。で、芸人とかさ、やってて、うん、その人前に立つ機会多いとさ、うん、だんだん多分スイッチ入れてる時間長なるやんか。あ、そうやな、自然とな。ええカッコするという、ええカッコを、その、勃起とか、チンコの皮剥くとかって言うんやったら、はい、別にそのつもりはないんやけど、はい。その、これ聞いてくれてるお客さんにも、たまには俺らが勃起してるとことか、うん、はい。皮を、その、全部剥いてる状態、やっぱ見といてほしいよね。いや、見せなあかんやな。うん。そのための、しょぼちんなんやから。ふりやもんな。そう、ここなんてもうふりよ。しょぼちんはふりやもん。立つとこやっぱ見てもらわんと。立つねんで、俺らまだって。そうそうそう。全然っていうな。それはほんまそう。立たせれんねんでって。俺らまだ立たせれんねんでっていうの確かに届いてないかもしれん。てか忘れてる人多いかもしれん、もう。うん、長らく立ってないから。え、もう立たへんのちゃうって。だからこれ、ここが、あの、ゴールじゃないんですよ。うん。ここはスタートにしたいんです。そういうことやな。そう。リスナーの、いたちゃんたちも、うん、立たせに来いよ、とは思うねん。舐めろよっていう。それはどういう意味？それはどういう意味かわからない。やっぱバチバチじゃないと、俺らとリスナーさんって、このラジオは。うん、うん。俺らが、しょぼちんで皮かぶりまくってんのは、いたちゃんのせいでもあるからな。立たせれるか俺らをっていう感じもあるで。あ、いたちゃん、それだ、いたちゃんたちが激応援して俺たちを。そうやな。メディアに連れて行った時、俺たちは、勃起 TV に出れるってことか。そういうことや。なるほど。どんどんこっちを、その、興奮させてこんかいと。なるほど、なるほど。OK。こんなもんね、お互い様で。俺らが、いたちゃんの、いたちゃんという、じゃあ、ファン全員をこう総称して一人の人間とする。このいたちゃんという人間のチンチンを立たせに行ってるわけよ、俺らは。
時に。じゃあ、イタちゃんも俺と山添のチンチンを立たせに来なあかんわけ。立たせ合いなわけ。これは。立たせ合い。立たせ合いやね。どっちか一方が、どっちか一方が常にこう立たせ合っとかな。今どっちもが立たしに行ってないね。イタちゃんからも来てない。立たし状、立たし状を叩きつけなあかんね。すぐ受け入れたよ。えらいうまいこと言うなと思って。陳龍島に。立たせ状を叩きつけて呼ばなあかん、ね、呼び出せなあかん、ね、うん、むっつりとしていかなあかん、ね、むっつり、むっつりとしてって何？宮本むっつりとしてもうちょいやったやろ、もうちょいやったって宮本むつり相手は？え？何が？佐々木コチンローや。イタちゃんね。イタちゃんが佐々木コチンロー。コチンローで。こっちは？宮本ムツリやろ。でもムツリなんかやほんま。隠しとんかい。隠しとんかい。チンコ立たしとるやないかい、そんなやつ。人前で。ムツリのやつなんて。格好つけないから。お前で。だから。そこの、陳龍島の戦いをできてないわけ。今、俺らと、イカちゃんは。めちゃくちゃ大事な話やで、これ。バカチンド？バカチンド。バカチンドの話やで。バカチンドの話ですよ。これは、ほんまに、こういう表現をせな、ほんまに熱弁して怒ってまうから、柔らかくね、するためにチンをね、チンチンとかを入れて言ってますけど、これはほんまに分かってほしい。バカチンドはもう武田鉄矢や。ただのな。ただの。いや、そうだと思うねんな。これここまでついてこれてる人いんのか。いや、もう、未だにスタートから聞いてくれてるイタちゃんは、余裕でついてきてると思う。うん、まだこの今のやりとりも、そんなもんかと。山田田淵。ほんと。過去に聞いたことあるぞ、これらの感じやったらって思ってると思うわ。ああ、それはハイレベル。これはね、でもほんまに、みんなもう、みんなが、急成長していってるから、イタちゃんが。俺らの成長が追いついてない可能性があるわ。舐められてる。なる。舐められてるのは、でも、チンコにかかってきたらさ、これは立ってくるやん。立ってくる。ガンガン舐めてきてほしい。こっちも何をって言って。そう。ある種、生きに立つというか。ああ。何をっていう。繋がるんや。そう。何をもう、オナニーやから。もうそれ。そうなってくるから。アホすぎるわ。そうなってくる。こんなアホなラジオやったっけ、これ。こんな、低俗な。低俗でなんもやないから。そうか。このラジオは。もともと低俗やったんや。最近はだいぶ高貴な話ばっかりしてたから。してた？してたよ。例えば何？ほんまに、そう、ある、これもある種痛いなっていう話で落ち着いたけど、ほんまにお笑いの話してたりとか。ああ。なんかこう、なんていうかな、ちょっと下世話感が薄かったし。確かにね。そうそう、なんかこう、意味もなく普通にイタちゃんにブチ切れた回もあったし。ああ。やっぱその、なんていうかな。怒り滑りした回ね。怒り滑りですよ。俺とかもそれが一番気に入ってたのに、イタちゃんからは全然好かれてない回とかもあったやん。ああいう、でも、やっぱ俺らはもっと身勝手なっていうか、もっと適当に、そうや。勝手に喋らなあかんと思う。そういうことやんな。そうやね。寄り添う必要ない。そうそうそう。気にせず喋りゃええね、俺ら。そういうこと。そう。俺らもリスナーに寄り添わへん。うん、リスナーもこの二人に寄り添わへんっていう変なラジオやから。そういうことか。もともとこれ。そうやな。それで始まってんもんな。それで始まってんの。うんうん、なんかちょっと仲良さげな雰囲気の時あったから、最近。ああ。リスナーさんと。確かに。どうかなと。いかがなもんかなってちょっと思ってた。確かに確かに。そうじゃないもんね。そうじゃないの。そう。勝手に聞かせてんやもんな、俺ら。そうやで。うん。勝手に、ほんまに。なんかその、関連動画でたまたま紛れ込んできて、間違えて誤作動でタップしてもうて、勝手に聞かすラジオやもんな。そうそうそう。聞こうと思って聞くラジオちゃうねんから。うん。ほんまやほんまや。そうそう、それはね、やっぱ初期の頃思い返すとそうやなと思うから、うんうん、ちょっと思い出しがなあかんちゃう。そうね。うん。もうすぐ、1年半とかなるのか。4月で。マジか。そうやで、結構。1年半か。ちゃんと続けてんで。すごいな。うん。俺らまだ35歳ぐらいやったんちゃう。そうかも。な。うん。やばいな。6成り立てとか。な。うん。えらいことやな。ちゃんと続けるってでも、なんか大事やな。え、大事やな。やっぱね、この、めっちゃ嬉しいもん、続いてんのが。うん。うん。そうね。これは、うん。でも、
なんか長いこと続けてるからって丸いラジオになっていくんではなくっていう、どんどんしょうもななっていってるやんがベストやわな。え、いいこと言った。変な声。明日。明日。この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。